こんにちは。先日の日中首脳会談というんですかね、これ皆さんご覧になりました？茂木外相と中国の王毅外相が、会談されてですね、何が行われたかというと、一つだけどうしてもね、看過できないことがあるんですよ。それはですね、王毅外相がですね、最近ね、尖閣諸島、中国の固有の領土で日本の漁船がチラチラしてるんで、ちょっと対応せざるを得ないじゃないですかと、もうね、うちの領土に入ってこないでくださいよ、みたいなこと言ってたんですよ。ね、こんなこと言うわけですよ。会談の場で堂々と。ね、尖閣諸島ってのは、日本固有の領土であり、それは国際的にも認められてる権利なんですよね。なのに、中国一人が実効支配を繰り返して、尖閣諸島は俺たちのとこだよね、みたいなことを何年か前にね、ガタガタ言い出したわけですよ。で、それに対してかなり問題があって、今年もですね、もう毎日のように中国の軍艦がですよ、戦闘艦が毎日のようにやってきて、で、海上保安庁ね、本当にもうね、命からがらですよ、毎日ね。で、自衛隊動けないわけですから。で、そこで向こうから、ね、軍艦が来て、で、マシンガンみたいなの積んでるわけですよ。それをなんかミサイル砲かなんか強力なやつに変えてきたんですよね。だから毎日ね、撃たれたら死ぬみたいな状況で、攻撃力もないね、防衛力も弱い海上保安庁が毎日監視してくれてるんですよね。それこそ命がけですよ。そんなね、国防に携わる人を危険にさらしといて、さあ茂木外相何言ったかっていうと、王毅外相がね、お前ちょっとお前俺たちの国にお前入ってくんじゃねえみたいな感じで言ったところで、いや茂木外相ね、何言っとんじゃ王毅さん、あんた血相変えて日本に来たと思えばそんな無茶言いに来たんかいな、お前が出ていく、お前がっていうのかと思ったらですよ、シェイシェイだって、ありがとうございましたって言ってるんですよ。この間、一部のその事実が、真相が分かっていないその日本の漁船が絶えなく長峡島の周辺の敏感的な水域に入っています、入っているその事態が発生しています。これに対して我々がやむを得ず、中国側としてはやむを得ず必要的な反応をしなければなりません。これは一つの基本的な状況です。しかし、我々中国側のその立場は明確です。我々がもちろん、その引き続き自国の主権を守っていきます。結構強い主張ですよね。要するにね、尖閣俺のもんやでと。ほいで、お前らが、日本人が俺らの土地の周りにちょこちょこ来とったら、俺らもうちょっと、軍隊出さないとしょうがなくなると主権守らなあかんからと、はい、日本を尖閣について恫喝したんですよ。でこれもちょっともう大喧嘩ですよ。何言ってんねんお前と。そうですね。ふざけるな、そこは俺らの土地やろうと。はい、何をお前自分の土地やって。しかも、お前ここどこか分かっとるんかと。日本やぞと。うん、で、日本の外務省が、日本政府が用意した場所で、何を言っとるんだ貴様と。お前それ即刻取り下げろと。取り下げないと今すぐ帰れと。うん、取り下げないとじゃあ帰れと。これまでの話全部出しやと。ぐらい行かなあかんわけですよ、普通は。はい。普通はね。ところがこれ、茂木さん、何にも言わんと。する、名前なんと終わって、これね、噂によるとというか、どっかの記事読んだら、シェイシェイまで言ってるらしいですね。ありがとうは言ってる。こんなに言われてるのに？そう。で、この顛末をね、聞いたね、はい、菅さんもね、その後の声明でね、両国の関係がうんたらかんたらとか、いや、両国ちゃうだなと。何を言っとるんやと。じゃあ、これを受けてね、中国の世論がどういうふうに動くかっていうと、お、日本がついにお前、尖閣諸島が自分の領土ではないってことを認めたぞと。いや、これでね、国際的にも客観的にも、尖閣諸島はついにね、中国固有の領土になったなと、分取り作戦成功みたいになったわけですよ。これね、茂木外相ね、何、懐にまた、はしたがりに握らされてるんじゃないでしょうね。情けない。もうね、万死に値することばかりですね、今回のね、菅政権は。茂木外相ね、あんた何をやってるのか分かってるのかってことですよ、これは。もう、即刻ね、もう、鋼鉄、首、もうね、なんて言いますか、もう終身刑ですよ、こんなのは。なんだったらね、もうそんなに中国に忖度するんだったら、もう中国に行ってください。共産党の幹部にもなってください。ね、賄賂でも渡されたんでしょ、これは。ね、将来を約束されたのかって思うことですよ。これスパイですね、完全にね。茂木外相、スパイ。スパイじゃないにしても、あの発言はないでしょ。何がシェイシェイだって言うんだ。お前はこの野郎。この野郎ですよ、みんな。日本国民全員で。我々の領土が取られている、侵されている時に、茂木外相っていうね、外国との
窓口になる人が、あそこまで言われてシェイシェイはないだろうと、シェイシェイはね、ちょっとこの場では何とも言えませんよ、それはぐらいは言えないのかなと。待ってくださいよ、あそこはうちの領土じゃないですかっていうふうに、カメラの目の前で、国際的にね、世界中の人が見てる前でシェイシェイとかね言ってる場合じゃないでしょ、ね、かつての河野外相はですね、非常に不愉快だ、無礼だっていうふうにカメラの前で言ってくれたじゃないですかね。もう恥ずかしいですよ。だからね、今ね、外交は河野さん一人で持ってるようなもんなんですよ。今ちょっとね、外務大臣外れて、まあ、あの防衛大臣も外れましたけどもね、河野さんが外国に睨みを利かしてくれたおかげで日本は守られていたところが大きいですよ。河野さんはね、即刻総理になるべきだと思います。これはあの河野さんみたいな方が海外にね、ちゃんと監視の目を張り巡らして日本の防衛をもうしてくださってね、で防衛予算もどんどんぶん取ってくると、なんだったら防衛予算今のね5倍とか10倍とかぶん取ってほしいぐらいですよ。外交あっての内政ですからね。で行政改革今やってくれてますけども、所詮は小競り合いなんですよ。国内でやってることっていうのは日本人同士のどんぐりの背比べなんですよ。もうね、ダメダメ論とかね、無理無理論ばっかりやってる日本人に対してカツを入れてくれるハンコ一個にしても思えるわけでしょ。だから、ね、河野さんの能力は国内に対してものすごく活かせるんだけども、海外に対して睨みを利かせないと、模擬外相とか言ってね、これね、あの何ですかね、近所のおじさんじゃないんですから、もうちょっとまともなこと言えないのかなと思っちゃいますよ。これによって中国の日本進出は大きく進みますよ。特に中国っていうのは今ね、世界を脅かしてるわけですよ。皆さんね、あれですよ、香港になりたいですか？香港みたいに。なんか知んないけども、うん、なんかわかんないけど、デモをしたら、終身刑ですよ。ね、なりたいですか、ああいう国に。どうでしょうかね。なんか模擬外相はこれ、今後の日本に大いなる憂いをもたらしたんじゃないかなと思いますよね。それこそね、裁判にかけないと、この模擬外相は。もうあの今の地位にいることはもう全然前提としてないですよ。で菅さんもね、見る目がない、あんな人をあんなところに当てて。もう菅さんはちょっとね、総理の器じゃなかったのかなと残念ながら思っちゃいますよね。これから何かね、隠し玉を持ってるのかもしれませんけども、にしても模擬外相があんなことをやっちゃダメだろうと思いますよね。皆さんどう思われますか。これはね、私ね、本当にね、もう怒りが込み上げるというか、呆れが込み上げるというか、いや俺に行かせろよって感じですよ、あんなことは。でその王毅外相っていうのはヨーロッパを遊説して随分ひどい目に遭っているわけなんですよ。少数民族の弾圧の問題とかね、突っ込まれたりとか、あんたはもう面談するに値しないよって言われて突っ返されてる方がね、だから中国は四面楚歌になってるんですよ。だから何としてもね、日本だけは味方に取り入れたいと思って日本に慌ててきたわけでしょ。なのにね、下手に出ることはあってもね、中国 あの王毅外相があんなに高圧的な、ね、態度を取られて、それにシェイシェイじゃないだろうと思うわけですよ。模擬外相もね、自分の立場分かってるのかなと、日本の立場分かってるのかなと。後がないですよ、模擬外相は。あとね、残り少ない命かもしれませんけどもね、もうお年ですから。でもこれからこの国に生きていく人に対する責任としてはあまりにもね、これはないなと思いますよね。まさにね、自分たちのその、子孫をね、子子孫孫をもう売り渡す行為ですよ、あの会談っていうのは。いやまあひどいなと思いますよ皆さん。あの藤井聡さんも怒ってますよね。まあその辺の動画ね、また探して見てみてください。まあ一応動画概要欄につけておきましょう、つけておきましょうかね。藤井聡さんの怒りの動画っていうのはね、何本か上がってると思いますけども、何個かつけておきましょう、うん。じゃあ今回は模擬外相、あなたはダメですということを申し上げて終わらせていただきます。あれだったらね、俺の方がまだまともね、俺の方がまだちゃんとできるよね、ひるまないぞ俺はこの野郎ね、尖閣諸島から出ていけって指を差しながらね、私だったら言えますから、出ていけね、出ていけ、これでいいわけですよね。シェイシェイじゃないだろうと、シェイシェイじゃない。それではシェイシェイ。